ヒルトルフは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、フォーゲルスベルク軍北部の市である。ドイツメルヘン街道がこの町を通っている。この町は、ラーン川支流オウム川のさらに支流である、グレーン川沿い、メルトリッヒエフォーゲルスベルクイコールフォアラントに位置する。北の高地に位置するアインスハイン、グライメンハイン、バーレンといった地区は、ラインベーザー分水海に直接面しており、 地域を流れる川の一部は、アントリフト川やビーラ川を経由してシュバルム川に注ぐ。年間降水量は707ミ、mm、リメートルである。これは、ドイツの降水量としては、多くも少なくもない中間域に含まれる。ドイツの速攻所の42%がこれよりも少ない、測定値を観測している。最も乾燥する月は2月、降水が最も多いのは5月である。 5月には2月の約1.6倍の降水量がある。しかしこの降水量の変動は小さい方で年間を通してほぼ均一の降水と言える。これよりも変化の小さな速攻所は全体の7%だけである。キルトルフは北はノイシュタット、東はアントリフトタール及びアルスフェルト、南東はロムロート、南はゲミュンデン。 西はホームベルク及び、シュタッドアレンドルフと境を接している。本市は、首輸のキルトルフ市区のほかアルンスハイン、グライメンハイン、ハイマーツハウゼン、レールバッハ、オーバーイコールグレーン、バーレンの各市区からなる。917年の資料に、フルダ修道院長、ハイコフォンフルダが、グラマンボウと書領を交換したことが記録されており、その書領にグリーン、 ユビエケレジアイディフィケータへ、グリーン、教会が建てられているという記述が含まれている。このグリーンはこの村のことであると考えられている。キルトルーフは、グレーネ地域の前都裁判所所在地であったことから、その教会は、周辺集落のものよりも、古いはずであり、カーターフイコール、カーチドーフと、解釈されるからである。しかし、最終的な結論は得られておらず、 このため、ニーダークラインの郷土市屋は、この記述を、自分の村に関するものであると主張している。レールバッハ地区の近くには、12世紀に建てられた、レールバッハ城の城址が残されている。キルトルフの主教会この集落は、1205年から、古田修道院領に属した。1323年の文献によれば、ツイーゲンハイム博がキルトルフの小作人を収めていた。 この境界区には、約40の集落が属していた。水源げんハイン博が断絶した後、キルトルフは1450年に、エッセンハク領となった。ただし、キルトルフ以外の村落は、ハクが単独で司法権を有したわけではなく、シェンクダンシャクとの共同という形をとっていた。都市権は、1489年に授与された。 1725年4月1日に町のほぼ全域が火災により消失した。視聴者だけは無傷で残った。この建物は18世紀末に取り壊され、現在の視聴者は寮の名文によれば1791年にその主要部分が建設された。キルトルフの教会は火災後に新築され1731年に完成した。 キルトルフは、ヘッセン大公国では、アムトロムロートに属し、1821年から、ラントラーツ別力キルトルフ、1832年から、アルスフェルト軍に、その所属を変えた。1846年の人口調査によれば、キルトルフの人口は1232人であった。2007年の調査では、 合併後の地域全体では3532人、キルトルフ地区だけで1417人であった。近年、キルトルフはネオナチズム運動で有名になり、さらにはナチ運動の連邦レベルでの中心都市と評判されている。この町で行われたネオナチパレードのいくつかは行政当局によって禁止された。現在、町の入り口の標識には、 以下の文言が掲げられている、カーターフ・イストバント、レクト・シックストリーミズマス・ナイン・バンケ。記述の四区は、1971年及び1972年の市町村再編に伴い合併した。キルトルフの市長者キルトルフの市議会は、23議席からなる。キルトルフ博物館連邦同儀62号線沿いの、 木組建築市内を連邦道 B62 号線が通っている。アウトバーンに直接接続するインターチェンジはない。キルトルフには4機の風力発電機を備えたビントパークがある。発電機は定格電力1 0 0 0ットのツープドウィンド D6 である。塔の高さは68.5メートル。羽の直径は62メートルで2001年に稼働を開始した。 さらに3機の同様の発電機が境を接するホムベルク市内エルベンハウゼン地区に設けられている。この施設のうち1機 D607750 度 4540N9 度 536.6E は2011年6月18日に倒壊した。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、 日本語版作成に最初直接参照をしてはいない。ありがとうございます。